市販のチキンライスでパパッと作る簡単で美味しいワンプレート、ハヤシソースを絡めて食べるオムハヤシをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずチキンライスは電子レンジで表示時間を参考に加熱します。耐熱容器に材料 A を入れてよく混ぜ合わせます。ラップをして500ワットの電子レンジで10分ほど加熱し、3分ほど蒸らして材料 B で味を整えましょう。フライパンに半量分のバターを溶かします。溶き卵と材料 C を混ぜ合わせ半量分を流し入れます。半熟になるまでかき混ぜて取り出し、チキンライスにのせます。同様にもう一つ作りましょう。レタスと混ぜ合わせた材料 D を添えてハヤシソースをかければ出来上がりです。ハヤシソースは電子レンジでも簡単に作れますよ。ぜひお試しください。